俺の名はソニック。よーく覚えておくんだな。始めました。てつやの動画プロチャンネルです。ソニックだと入りが難しいな。今回はですね、見てください。こちらの玄関パンパンの荷物たち。もう、数日前、いや、数週間前からね、徐々に物が届き始めて、玄関パンパンで超生活しづらかったんですけど、ついに全てが揃ったんですよ。何かと言いますとですね、僕、ここの今住んでる部屋と別でもう一個部屋を借りてて、そっちは、ま、リビングをジムにしたりとか、ガンプラ作る部屋だったりね、ゲーム配信部屋にしてるんですけど、そのゲーム配信部屋がとにかく雑だということで、最近ね、子ちゃんとか、知ってる人は知ってると思うんですけど、猫ちゃんとかね、あとゲームの生配信とかもやっていきたいなと思ってまして、ちゃんとね、整えていきたいなってことで、ゲーム部屋を大改造計画をスタートしたわけでございます。そのものたちがこちらですね。でもういいもの揃えたんでね、どのように進化するかを皆さんに紹介したいと思います。じゃあ早速、Tラボ、僕のねゲーム部屋の方に行ってみましょう。はい、やってまいりました。今の僕のゲームしてる環境はこれなんですよ。机の上にこうモニターがあって、下にパソコンがあって、まあここにちょちょっとこう機材があるんだよね。微妙というかね、普通じゃないですか。でまあ今回買い替えるっていうのが分かってたんで、ここにもう一個モニターあったんですけどね、それはちょっと撤去してしまって今モニター1台だったんですけど、それが今回4台になるっていうね。なのでね、だいぶ進化するんじゃないでしょうか。で部屋全体は今こんな感じで、ここはなんかね雑多な、なんか適当なものが置いてある感じですね。唯一この部屋で生き残る、いや、唯二、いや、唯三だな。唯三生き残るもの。それはゲーミングチェア。まあ、これは別にね、いいかなと思って。変えようって思ったら変えるかもしれないですけど、とりあえずこいつはこのまま。あとこれね、グリーンバッグなんですけど、これめちゃくちゃ便利。ここをベコベコンって開けて、これ開いて、あ、これめちゃくちゃ逆向きですけど、こうやって、こうやってやるとね、ほら。立つんですよ、グリーンバッグが。っていうものですね。これと、これ。これね、ゴミ箱なんですけど、カオスコントロールってできるんですよ。すごないこれ。これいいでしょ。ということで、今言ったものたち以外はもう、さよならします。細々したものは残りますけどね。おっきなものはそれ以外撤去ということで、早速、どかしていきたいと思います。もう一回空っぽにしまーす。ゴミが、ゴミがいっぱいだ。心折れそう。はい、一旦すべてのものがなくなりました。ちょっともう疲れた。まあ、せっかくのこの木にね、掃除機ぐらいかけましょうか。ということで、ピカピカになりました。このね、まっさらな部屋に、徹夜ゲームルーム2を作っていきたいと思います。いっぺんに持ってくるとぐちゃぐちゃになっちゃうんで、まずテーブルから順番にやっていきたいと思います。テーブルって言うとダサいですね。デスクですね、デスク。じゃあ、持っていきます。はぁ。ソニックに力仕事はダメよ。スピードだけでやってんだから、これまずいっすね。組み立てるのも多分一苦労だと思うんで、あれやっとこうかな。カオスコントロール。あ、出た。あれ、え、俺スマブラしてたんだけど。カオスコントロールで呼びました。もう言ってよ、やるなら。カオスコントロール突然だからいいや。言ってよ、急なワープいいっしょ。何ですか何ですか。ちょっとゲーム部屋作るんで、はい、あのパワー欲しいなと思って。あ、なるほど。スピードとパワーにも最強タッグだからさ。なるほど。すんごそうだなお前。早速この僕のパワーの化身と一緒にね、机を作っていきましょう。これいくら分のあれ消えますか。借金。まあ時給分ぐらいかな。あ、です。1時間1000円ぐらいはね。早速していただきます。やるよ。今回の机の天板こんな感じですね。かっこいい天板じゃないです。あー、ちょっと今気づいたんですけど、机の天板に穴ないんだよね。ガタイマに板を買いました。こっちもないね。一回出してみるか、とりあえず。てっちゃんごめんなさい。はい、なんですよ。あの天板の縁に血がついちゃいました。なんでですか。なんで？あぁ、お前！ごめんなさい。これあれじゃん、この板にグーとかチョキとかやって、あの限定じゃんけんの時にここピッピッってやって入れ替えるやつやん、お前。ちょっと分かんないです、分かんないです、それ。ごめんなさい。カオスメルドの効果が消えて、しもべがいなくなってしまいました。しもべよりも役に立つ、こちらを手に入れました。穴を開ける
やつ。これがあればですね、ここに穴を開けてネジをサクッと入れることができる。こんなもんです。ちょっと穴開けるだけで OK。 全部繰り返して、こいつをあてがってネジをガーンってやった瞬間にクリアです。じゃあまず一旦1個やってみましょう。これができればもう全てオール OK。 あっ、閉まってる閉まってる閉まってる。お、頑丈。よし、じゃあこの調子で全足取り付けていきたいと思います。1個完成。めっちゃ疲れた。もうこいつ立ててみましょう。で、今回机 L 字型にするんですけど、これがどっちの L のどっちかわかんないんで、まあ運ゲーでこっち側に置いてみましょう。せーの。なんか危なめな音するじゃん。助けを呼びます。2分の1大正解。ここ見てください。このちょっとだけなんかカーテン用にへこんである場所があるんですけど、そこにねしっかりとはまってぴったりくっついております。で、もう1個作ってこうダンってやったら机がようやく完成。ああ、もう1個でもいいんじゃないかって思ってきたわ。できたー。きれいに L 字ができました。やったー。任天堂スイッチを持って楽しみたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。って言われたー。長いすぎだろ、ここまで。動画がどうなってるか分かりませんがね、撮影の段階では長すぎなんですよ、ここまで。まだやることはたくさんあるんですけどね、サクサクやっていきましょう。ということで、下にあった荷物全部こんなに持ってきてしまいました。ただ今から使うのは、ここの3つだけですね。これがモニターをつけるアームでございます。今回机にドーンって直で置くんじゃなくて、アームでね、宙に浮いてるように、したいと思います。当たり前のように英語読めると思ってるこいつ、逆にバカ。これにこうしてこうなりました。ここをここで机を挟むっぽいんですけど、こうガーってやるとね、机にここが当たりすぎちゃうんで、こちらのね机守るやつ、これをくっつけたいと思います。オレンジ色徹夜仕様ですね。これをここに置いて、これを取り付けます。はい、 OK。 動かない。そしたらこれをこうして、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 完成。簡単ですね、意外と。ほら見てください、これ。こういう感じでね、まあ、若干この初期位置ミスった感もありますけど、まあ、こういう感じで組み立てはするって感じですね。アーム2本完成。最後は真ん中ですね。まずこれとこれをこうして、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 ということで3本つきましたね。1、2、3、4、ここにモニターがつくわけです。さあ、モニターを持ってまいりました。ザ・ゲーミング、全然違いました。はい、こちら綺麗、湾曲してるねディスプレイにしました。これ、このね、もともとあるやつ、これが邪魔なので、これを取っていきます。よいしょ。お、簡単に取れた。ここにぶっ刺す。よいしょ、ここだ、来た。はい、ということでつけました。こうやってね、自由自在に位置をこうやってできるわけですね。素晴らしい。で、これをまあ3つやっていきましょう。はい、とりあえず3つつきましたね。ポジションはぐしゃぐしゃですけど、まあこれは後でなんとかしましょう。そしたら最後ですね、このバカデカモニター、これを上に取り付けます。もうここに説明の絵が描いてあるんだけどさ、最初から2人で運ぶ前提だもんね、これ。一人用のやつじゃないのね、もう。ネットで友達とゲームしたいなっていう一人寂しいやつは、絶対このモニターを買うことはできません。気をつけてください。よいしょ。上をオープン。よっ。おー、出てきた。裏向いてますが、出てきました。よっ。あー、はい、出ました。ちょっと袋入っちゃってますが、なんというサイズ感。この幅広さですよ。これを今から取り付けていきます。なんか上のモニターつけるみたいな話してたと思うんですけど、そのために下の調整とかしてたらね、とんでもねえ時間かかりました。でも結果すんげえいい位置に、いい感じでこう3つのモニターを並べることができました。いやー、もう満足。ここでいいんじゃねえかと思っちゃうんですよ。なぜならね、上の画面はね、必要と思って買ったからじゃないんですよ。無駄にもう一個あったらかっこよくねと思って買っちゃったんで、もうすんげえ心折れてきたんですけど。でもあとね、もう一踏ん張りでさらにかっこよくなるんで頑張りましょう。ちょっと待って、マジで重すぎるな、こいつ。よっ。差し込みます。よっしゃ。あー、曲がっちゃう。めっちゃ曲がっちゃう。
あ、パワー入れすぎてソニックが抜けた。結構こう閉まんねえけどな、これ以上。え、ちょっと待って、いやもう限界まで閉めてる、限界まで。あら、あらららら、これあれかね、耐久力足りてねえかね、これ。じゃじゃーん、かっこいい。ということでね、組み立て部門で一番大変なのは机とモニターだろうということでね、もうここからは、完成まで飛ばそうかなと思います。僕の完成したプチアゲーム部屋、プチアゲーム、なんと、ゲーム、マスターオブゲームイズザルームセカンドシーズン、こちらでございます。どうでしょうか、これぞゲーム部屋、もうゲーミング部屋って感じですね。このバチバチに光らせる感じ、まあ、せっかくなんでちょっと紹介していきましょう。もう今回僕のこだわりとしてね、モニターがこう連結してるタイプ3枚並べてみたかったんですよね。これ分かりますか、マウスがね、これちゃんとこう移動するんですよ、このモニター感を。これ僕初めてなんですよ。でなんとそれが上にもね、ピョン、ほらマウスが上と下行き来するの感じ、この感じ、これもやりたかったんですよ。で下のこのモニターはずっとこう光が変わってて、それがね全部繋がってて、上のモニターはこのマウスのカーソルをね、この恐竜くんが追っかけるっていうデスクトップなんですよ。で恐竜くんをクリックするとほらこうやって音出してねジャンプするんですよ。で撮った枚数がなぜか右上に表示され続けるっていうね、デスクトップなのになんかちょっとゲームっぽいみたいな、そういうのを選んでみました。でここのねキーボードとマウスとマウスパッド、色が今こう全部同じじゃないですか。これ何かっていうと、この上の画面とね連動してるんですよ。だからこの画面がすごいいろんな色に変わるようなデスクトップだったら、それに連動して下のこれもいろんな色になるみたいなやつなんですね。でマイクもね、あのヘッドホンもめちゃくちゃいいやつ。細かいことは一応概要欄にね買ったリンクだけ載っけておくんですけど、すごくいいやつを選びました。基本的にはヒカキンさんが買ってたやつなら間違いないだろうと思って参考にして買った感じですね。あとこれね、やりたかったやつ、この iPad と iPhone を無駄に置いて時計表示させるみたいなやつ、これもやりたかったですね。でもう極めつけ、これパソコンですよ。パソコンは変わってないんですけど、中の光、これね、あの友達のパソコン大好きくんがいるんでお願いしてねやってもらっちゃいました。もう中のメモリとか横のファンとか下とかも全部光ってて、こうちゃんと光がこう通ってねこう回ったりしてるんですよ、すごい。であとこの壁のねこの棒、こういうねあの光る棒なんですよ、うん、ただそれだけ。どういう人がどういう人、お疲れ様です。で反対側にも同じやつがありますね。これはもうここでプッてこう消せたりします。でこの壁にあるこのあのこれこういうシアターみたいですね、こういうのもありますね。でまあライトがねここの下のこの2つと机の後ろのヘリにあるんですね。でここも連動してるんですけど、もうこれ裏映すとちょっと恥ずかしいね、こことかね、モニターの裏とかもちょっと直で見るとダサいんですけど、まあ普段裏を見ることはないんでいいでしょうって感じで、ここにこう座ってね電気を消すと、はい、かっこいい、はい、かっこいい、ありがとうございます。かっこよすぎますね、最高だ。一番俺が求めてたものがね形になりました。で今回机とかモニターとかねマイクとか全部買ったんですよ。パソコンだけ元々あったやつで、他はもうほぼほぼ新しいんですけど、なんと総額で80万円という
いろんな人がゲーム部屋でね、何百万みたいなの出してると思うんですけど、意外と今回安く揃いました。あ、そうだ、あと言ってなかったんですけど、モニターなんで4つあるかっていうと、まあ、1個はゲーム用、このゲームを表示する画面で、もう1個は配信する用の画面、まあ、配信用のソフトがあるんでね、そこを立ち上げてそこも管理する画面で、もう1個は YouTube のコメント欄とかね、そういうのを見るための画面で、上は、かっこいいんで FX を表示したいと思います。全くもってやらないんですけど、ここで FX のグラフがうんうんってなってたらかっこいいんで、上に表示したいですね。せっかくだから表示してみるか。 FX ってやったことないから、こうなんか検索 FX で合ってるのかな。 FX、 あ、これっぽい、これっぽい、あ、来た来たかもしれない。これ全画面にして、ちっちゃちっちゃい、ここも表示してる場所全然違う。意外と本気で趣味でもうゲームやりたいって思ったらね、本当に手が出ないぞっていうぐらいのものではないと思いますのでね、 YouTuber の方とかちょっと参考になったら嬉しいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。